原始テストステロンを3次元で描いた図。テストステロンはアンドロゲンに属するステロイドホルモンで男性ホルモンの一種。哺乳類のオスでは抗ガンで95%、副腎で5%、メスでは卵巣や副腎からオスの5から10%程度ながら分泌される。大生期、妊娠6週目から24週目にかけて大量のテストステロンが分泌される時期があり。 これにさらされることによって脳は女性的特徴を失う。なお、男性外生殖器の形成に関係するのは 5α リダクターゼにより代謝されたジヒドロテストステロンによるもの。男性は抗がん容量が 4ml 以上となると思春期に入り、血中テストステロンが測定可能となる柔軟、デシリットル腸となる。その後、精巣がさらに増大とともに、 テストステロンの分泌もさらに増大し男性的な体の特徴が形作られる。一般に30歳頃から減少し始め年1から2%の割合で減少する。テストステロンの減少は男性更年期と呼ばれるが女性の更年期ほどには急激にホルモン分泌は変化せず体や精神に与える影響も個人差が大きい。ストレスなどで急激な減少を起こすと 男性高年期障害を起こす。テストステロンの減少率は個人差が大きく70代になっても30代の平均値に匹敵するテストステロン値を維持している男性も多い。20代から40代でテストステロンが低い場合は2型糖尿病、メタボリック症候群のリスクが増大すると報告されている。精子形成障害において アンドロゲンを大量投与することで、ゴナドトロピンの分泌を抑制し一時的に無精子症に陥らせ、その後投与を中止することで、リバウンド的にゴナドトロピンを大量に分泌させ、活発な増生を促すといった療法である。改善率、妊娠率ともに、良好な成績を示したが、一部において、精子形成能力が完全に失われてしまうケースが見られ、 1998年現在ではあまり行われていない。2015年にアメリカ食品医薬品局はテストステロンの安全性や効能は共に老化によるテストステロンの低下に関係がないと発表した。また、テストステロンを含む薬などには心臓発作を起こす危険性が高まる可能性があることを警告する必要があるとしている。3つの作読済み研究によると テストステロンには副作用として心臓発作を含む新循環器系に由来する疾患や死亡を増加させる可能性がある。さらに、老年期の男性の心臓発作による死亡率が30%増加すると報告されている。2010年までテストステロンが前立腺がんや心循環器系疾患などの死亡リスクに影響しているという研究はなかったが、2011年、 以降の研究で、その懸念が強まっていることが示されている。2013年にアメリカ医師会に発表された研究では、テストステロン療法を採用することは、副作用のリスクが高まることに大きく関係している、としている。進行の遅い前立腺癌が,が発生している場合の、テストステロンは、癌の進行につれ増えると考えられている。しかし、テストステロンと 前立腺がん進行との関係性は立証されていない。とはいえ、The Journal of Urology に掲載された論文によると、テストステロンが前立腺がんのリスクに関係していると警告している。テストステロンは標的臓器の 5α リダクターゼにより、ジヒドロテストステロンへと代謝される。アンドロゲン受容体への結合親和性は DHT の方が高いが、 テストステロン自体も結合し標的電子の転写を活性化する。テストステロン自体にはハゲを起こす作用はなく、DHT へ代謝されることで初めて薄毛、体毛増加を促す作用が出る。薄毛の一種である AGA の原因として、ジヒドロテストステロンが挙げられることもある。5α リダクターゼの分泌量は遺伝が関係しているため、遺伝的要因によるハゲが存在すると言われる。 また、薄毛に関するサイト等でジヒドロテストステロンは悪玉ホルモンであるとの記載がある場合があるがこれは誤りである。ありがとうございます。